大阪府知事選挙、吉村博文に当選確実。先ほど大阪府知事選挙において吉村博文さんに当選確実が出ました。この今回の大阪府知事選挙、都構想当選挙となり、維新の会に対して、それ以外の政党が対抗するという選挙になりましたが、選挙において、 吉村さんが有権者に選ばれました。この都構想、数億円の削減のために、600億円の初期投資と、莫大なラーニングコストがかかると見られており、私個人としては都構想に反対でありますが、今回選挙において、維新の吉村さんが、府知事に選ばれましたので、吉村さんには、有権者の声をしっかりと聞いていただき、 正常していただくようにお願いいたします。以上になります。ご静聴いただきありがとうございました。